暇かよ。同じで、あの上田さんが勧めるもんだから。あ、マジで。雑談会じゃあ、はい、そうか。めちゃめちゃ斜めだ。じゃあ改めて、はい、秋田で映画です、よろしくお願いします。じゃあさあ、ということで今回はですね、はい、あの次何見る会、次何見る会ということで、はい、4月ですよ、はい、あの春に、ね、はい、なって、何から始めるかな、新年度っていいかな、ね、新年度かな、うん、はい、何見ましょうか。楽しい映画、楽しいというか、はい、面白そうな映画しかないですか。たくさんありますけれどもね、うん、まずはベルファストという映画、はい、川口さんが見に行った。これはね、確定、うん、あ、もう確定、はい、確定です。その辺が確定の、なんといってもアカデミー賞を、今この現代の場合ではまだノミネートで決まってないですけど、うん、作品賞を取るかもしれない、かもしれない。明日発表だからね。明日、あ、そっか、明日か、現地時間、はい、明日発表ということですからね、うん、超期待。でもこれアカデミー賞抜きにしてもね、すごい面白そうな映画で、ケネス・ブラナーの監督の自伝的な、うん、はい、で、なんといってもイギリスの、うん、今イギリスというかあれなんですけども、北アイルランドのね、うん、お話なんですけども、まあ、あっちの方大好きなんで僕も、うん、そうですね、 UK といえば、うん、はい、はい、UK といえば、 UK といえば今代名詞を名乗ってないこんなアメカジ来てますUK といえば、ね、UK といえば、そうですね、ここはね、見たいなと思います ね、 うん、見たいですね。そして、モービウスという映画ですよ。モービウスはジャレッド・レト。ジャレッド・レト。もともとモービウスっていうキャラクターってご存知でした？いや、分からなかったです。僕もね、名前ぐらいしか、はい、あんま聞いたことなくて、思い入れはもうないんですけど。もともとスパイダーマンのヴィランなんですか？分かんないです。ヴィランなのかな？ヴィランではない。ヴィランじゃないんじゃないですか？なんかそもそもでも、あの予告だけ見ると悪いやつしかないですよね。悪いやつっていうか、でもなんか見た目めちゃめちゃ悪い。難病にかかったお医者さんみたいな、うん、吸血鬼でしょ、うん、あれがいい。吸血鬼って、あ、でもブレードいいのか。確かに確かに。ブレードいいのにモービウスもみたいな、血吸う人多くないみたいな。確かに。そんな感じはするけどね、うん、ただちょっとそういう謎めいたところが多い、うん、そうですね、作品ですので、うん、楽しみです。楽しみですね。作品の中にあのマイケル・キートン、うんうん、バルチャー、うん、バルチャーで出てるのかな、出るっていう、確か出てるのっていう。バルチャー役なのか、なのかな、ただマイケル・キートン。でもなんか囚人服みたいな着てるよね。うん、そうですよね。うん、だから、で、なんか話口調もバルチャーっぽい感じでしたから、バルチャーが出てるとかあると MCU の作品と繋がってくるということは、まあ、スパイダーマンの作品と繋がってくる、うんうん、いうことになってくるけども、ベノムだよ。そうですね、劇中そのセリフ。ベノムだよとは言ってないですけども。ベノム。ベノムって言ってましたね。そうそうそう。あれもさ、予告編でやってて、本編でないとかもあるじゃないですか。ある。うん、あのね、公式フェイクみたいな。最近やりがち。ね、やりがちですね。あるかもしれないですけどみたいな。あるかもしれないから、もしかしたらそういうこう、なんだろうな、あの、リップサービスというか、モービスとリップサービスかもしれませんけど、そこも、あれもさ、あれがあるから見るじゃないですか、もはや。ね、そうですよね。どっちなんだろう、ね、なかったら多いってなっちゃいますけど、ね、なんて喋ってるのかな。ベノムダーじゃないとしたら、でも基本的に吸血鬼ものって外れないからさ。ああ、そっか、うんうん、まあ、単品映画としても面白いと思うんだよね、うん、そうですね、はい、ということで、まあ、モービーさん確定、まあ、アメコミやっぱ見とかなくちゃないって感じですね。そうですよね。そしてアンビュランスという映画です、うん、これはあの、なんといってもマイケル・ベイ、ね、マイケル・ベイ、マイケル・ベイ監督作品、マイケル・ベイ監督作品、うん、ね、爆破と監督の名前で人を呼べるのに、もうマイケル・ベイぐらいじゃないですか、ね、マイケル・ベイ監督作品って、マイケル・ベイ監督作品30年前からこんな感じで言ってた、ずっと言ってんだ、これ。ザ・ロックの頃から変わってない、うん、確かに、ザ・ロック良かったっすね、またね、トッパチ、ドッカンドッカン、これ映画館で見ずして、どこで見るって話ですもんね。そう、うん、そのキャッチコピーをね、はい、逃走者は救急車っていう、うん、どんなキャッチコピーね。それは糸井重里も作れませんね。生きる以上のね、生きる以上のキャッチコピー、うん、逃走者は救急車。なんか、フォントとかかわいそうですね。本当は可愛いから作り手も多分半分バカにしながらな、マイケル・ベイだろみたいな、マイケル・ベイ好きなやつこういうの好きだろみたいな、いじるやつ演じるんだろこれみたいな感じですね。最高ですよ、そういうの狙ってるとこもいいなと思いま
ですね。これ個人的には確定なんですけど、あとは2人のスケジュール次第で。アンビュランス、まあまあ、ジェイク・ジレンホールが出てますからね。ジェイク・ジレンホール、長谷川さん好きですもんね。お好きですね。やっぱりデイ・アフター・トゥモロー。あー。わかります？ちょっとこう、異常気象も。世紀末感のある。あれ、ごめんなさい。デイ・アフター・トゥモロー。デイ・アフローランド・エメリヒの。エメリヒなのかな、あれ。あれ監督はあんまりピンあれとにかくあの氷河期あ氷河期のやつ、ね、うん、出会う2つもそうあれであの高校生役の主人公ってやってるんですけど、あれって高校生役で出てるんだけど、あの時点で絶対20歳超えてるんですよ。ジェイク・ギレンホールか、同い年です、ジェイク・ジレン。あ、マジですか。そうなんですね。そうなんですよ。もうそう40、あいい、もうまあいい年になってるんですけどね、うん、それは救急車で逃走したのか、逃走したのかもしれないよね。そこ楽しみでというまあ、ちょっとアクションムービーとして、はい、春のアクションムービー、春のアクション、春のアクション春っぽくていいですね。救急車は逃走者でも春しかできないですからね。景気いいじゃないですか、景気がいいから、景気がいいから、お花見会場でよくあるやつ、救急車は逃走者みたいな、そうそうそう、そんな感じでしょうね。ということで、これもまあ見たい。そして続いて、あ、ナイトメアアリという、ギレルモ・デルトロ。ギレルモ・デルトロ、僕はやっぱシェイプ・オブ・ウォーター大好きですから。ああ好きそう。シェイプ・オブ・ウォーター良かったですね。シェイプ・オブ・ウォーター良かったっすね。普通考えないです、半魚人、半魚人、半魚人と半魚人女の子の恋みたいな、なんか普通考えないですよね。あれ耳聞こえない、盲目なんだけど、どうしたっけ、なんかあ、え、あれ、え、耳ハンデあったよね、あの女の人。そうだっけ、あ、手話だっけ。あ、そっかそっか、そうだった、そうだった。だからその半である同士のこの恋っていう、まあまあその感情がね、惹かれ合うみたいな。監督もよく自分で言ってたんですけど、うん、こんな映画に予算出したなって言ってた。毎回4回です。そう。でもアカデミー賞取ったからね。そうですね。シンフォークウォーターね。あれにでも作品賞あげるアカデミー賞はやっぱり信頼できるよ、ね。確かに、そうですね。いいね。ナイトメアリーは今のところ三角かな。三角で、はい、もちろん見たいけど、他に見る映画が多すぎるかな。マストが多いんでね。マストが多いかな。まずこれ期待、超期待の映画です。そして続いて、シング・ネクストステージという映画ですけども、はい、これアニメですね。前作、シングに続いての、2作目。秋田では吹き替え版のみの上映。そうですね。東宝もアルシアターも、アルシアターもやってるっていうことですね。はい、これほら、たまり場でね、武田君が前向きムービー特集で、そうそう、前向きムービー特集ラジオで、ね、聞きいただきたいと思うんですけど、武田さん出てくれまして、そうですよね、うん、これがもう元気になると思って、うん、これは元気になるシリーズもおすすめしておすすめのくれました、はい、もうなんかそのたまり場のことを思い出したらもう涙が止まらない、そうたまり場も戦々恐々です、流暢に映画解説した、いやでもね、ただ僕本当に申し訳ないなと思って、時間がちょっと限られてたんですよ、はいはい、時間がね、はい、20分ないぐらいだったんですね、はい、オンエアできる時間が、はい、収録なんですけど、だから結構その中で3本ずつ映画を作品を紹介するので、おすすめポイントとか、だから結構ね、僕ね、巻いていったんですよ、結構なスピード感でわーって喋って、で、武田さんどうですかみたいな、すごいスピード感でパスを投げちゃったんで、この剛速球でパスするんだなって剛速球で返さなきゃいけないんだなと思って、いやでもちゃんと打ち返してたよ。本当ですか、うん、いやでも、いや何の違和感も、俺もずっと頭の中で川口さんって思いながら、ね、収録に臨んでました。川口さん助けて、そういやいや、もう俺なんていなくて一人立ちいや、まあそんな感じで、でもおすすめ、まあ、前向きになれるというか、楽しい映画です。楽しい映画です、これは。楠井まりかさんもすごい喜んで、はい、いやだからそう、楠井さんね、呼んでやるにはやっぱ我々見とかなきゃいけないのかなって。そうですよね、ここはマスト。シングネクストステージね、これはまあ、吹き替えではなくて、例えば字幕がやったとしたら、声がね、そうですね、ライオンのキャラクターが、U2 のボノ。ボノ、そうですよね、これが字幕版で見たかったっていう感じですけど、まあ、4番目はビーズの稲葉さんがこう吹き替えを担当して、そう、まあ、歌も多分豪華、そう、豪華ですね、めっちゃ豪華ですよね。うん、でもさ、まあ、ビーズの稲葉さんがアフレコやってる姿っていうのもすごい想像しちゃって、あのちょっと短パン履いてやってるのかなとか、バカにして怒られるやつ、いやいや、好きだからこそね、U2 のボノがですよ、あの感じで、あの感じでアフレコやってるのかなと思ったら、なんか微笑ましいやつ、微笑ましい、すごいな、うん、でも僕もたまに映画出たりしたもんね、
あ、そうなんだ。なんだ携わりはあるんだ。あ、クロスがユニバースとかさ、ああいうのに出たりして。あ、そうなんだ。ちょっと演技、でも、BS の稲橋はね、よくオファーしたし、よく受けたなっていう。そうですよね。うん、もう多分今回のオファーはもう多分映画館で、ね、稲橋の声を聞くことはできないんじゃないかっていう。そうです、ね。寝具のみじゃないですかね。のみじゃないかな。うん。ところが。ここででも、アイナ・ジ・エンドが、あのこう吹き替えとか歌とかってやっぱ完璧ですね。すごいですね。アイナ・ジ・エンドも出てる。そう、アイドル、まあ、じゃあよく知らないですけど、うん、アイドルなのによくすごい歌唱力と。そうですよね。あとのあのアヤネルも出てるんですよね。アヤネル、うん、声優さん、さくらあやねさんも出てるんですよ、ね。なるほど。わかんないですよね。すげえ人気なんですよ。ちょっと知ったかぶしてみたけどよくわからないで乗ってきたところで補おうかなと。ダルシッシュがなかったので補いきれなかった。そう、そんなアヤネルが出ております。アヤネル、ぜひシマユネクストステージもちょっと見てみたい。続いて、アルベシアター、はい、ファンタスティックビーストダンブルドア。ダンブルドア、これが3作目これです。はい、はい、これ東方もやりますよね。東方もやります。そもそもこのファンタスティックビーストってハリーポッターの話とつながりなんですよ。ハリーポッターをなんか自分ハリーポッターシリーズそんなにそのなんかちゃんとしっかり見てるわけじゃないんですけど、うん、まあでもこれだけ見てて一作見たんですけど、うん、ちゃんと面白かった。まあ、やべえ、エディレッドメイン。エディレッドメイン、はい、はい、もう説得力がすごい。説得力がエディレッドメインの説得力がある。いやもう本当に彼の憑依っていうか結局動物を操るみたいな、うん、なんかさ、ビーストって言ってるか、そっか、魔法の世界の動物を操ってるんですけど、うん、まあ、こんなことしたりとか、 なんかこう変な踊りとか踊るんですけど、うん、普通見てたらちょっと照れがある、うん、で演じてる方からにも照れがあったら絶対こっちの方も照れるんですけど、照れられても困りますよね、ハリウッドムービー。そうそうそう、だけど、まあ、ちゃんとなんかいるんですよそこに、うん、なんか動物を操る魔法使いがそこにいるんで、なりきりぶりが半端ない。そう、うん、こんなことしても、あ、別に、あ、そういうことなんだなっていう。でも普段結構ね、なんかシリアスの映画ばかり出てる人なんだよね。そう、そうですね。そう、社会派っていうか、そう、うん、いやでもあれは本当彼の力だなって思いました。エディレットメインでも、まあね、でも子供の頃見てるとあの魔法の杖って持ちたくなるよね。いや、もうそうですね。そう、あれは欲しいよね。そう、なんか魔法言いますよね、うん、なんて言うでしょう、なんちゃらかんちゃらパトローナム、エクスペクトパトローナームみたいな、そうそう、ハリーポッターとか言ってた。あ、ハリーポッターじゃなかった。ハリーポッターおなじみ の, その魔法がいっぱい出てくる。あ、で、全然ファンも楽しみ。でも俺、まあんまりよくわかんないし。俺もハリーポッター1本しか見てないからよくわかんない。ハリーポッター、ハリーポッターがご覧になりました。あ、誰か大好きなんだ。全部持ってる。DVD 先も持ってらっしゃるという。本も読まれたんですか。JK ローリング。ちょっとだけ。でも多分幼少期にあの映画に出会ってると多分ハマると思う。そうか、これらがグーニーズにハマったような感じで、なるほど、多分ハマるんだろう。そうか、あ、それも思い出としてね残ってますよね、うん、あれハリーポッターって全何作なんですか。全7作。7なんだ。はあ、しかも登場人物ほとんど全然変わってない。ちっちゃい頃からですよね、起きてるんで。ダニエルだとクリフト。ああ、そうですよね。そうだそうだ。そうなの。19ぐらいの時に一作目公開されてさ、うん、尖ってる頃にそんな魔法使いとか見たくない。確かに。そうなんですよ、そう。今はもうハリーポッターみたいな眼鏡してますけど。王子はね。王子はね。そうですね。そう、見直したら、うん、あ、めっちゃ面白いんだ。そうですよね。だからその、受け入れるっていうことが大事っていうことですね。そうか、ファンタスティックビースト。でもこれはでも1作目2作目見てないときついな。まあそうでしょうね、3だからな、うん、だから これは多分やらないかな、うん、そうですね。でも1作目面白かったな、普通に。2作目つまんねえんだよ。え、見てるんですか。いや、ファンタスティックビーストは見てる、うん、お2作目がつまんなかった。つまんなかった。1作目は面白かった。1作目面白かった。2作目見てないからな。2作目つまんなかったから多分もう見ねえかなって感じ、うん、あ、そうか。うん、そのぐらいの勢いで。まあ、そうです、ね、ファンの方が、うん、微妙だって言ってる。見たい、あえて。あ、見たい。あ、なるほど。そうか。だからダンブルドアの秘密とか言ってる、ね。ダンブルドアって何ですか、これは。ダンブルドアっていう、そう、先生。先生の話なんだ。ハリー・ポッター確か通ってるホグワーツっていう魔法学校の先生。あれ、そうだ、ダンブルドアって聞いたことあるなと思う。ダンブルドアは誰がやってましたっけ。なんちゃら、なんだっけ、あの人。うん、結構有名な、そう、大御所の俳優。あの、ヒゲの人。ヒゲの人。そうそうそう。ガンダルフみたいな。俺、ガンダルフは関連する。ガンダルフはロード・オブ・ザ・リングの。イアン・マッケなんしか出てない。イアン・マッケなんしか出てない。で、今回は、あの、なんだっけ、ジュード・ローがダンブルドアですよね。あ
れかな、うん、ジュードローね、ジュードロー若き日のダンブルドアを演じてるっていう、そっか、ジュードロー、ラビーさんとか出るのね、あれはもうジュードロー大好きなはず、うん、ジュードローはあのグランドブダペストホテル、あウェス・アンダーソン、ちょっと違ってないですけど、うん、なんかいいですよね、うん、雰囲気、太陽はいっぱい良かったな、うん、あリブリー、リブリー、リブリー、良かった良かった、そんな大好き、みんな大好きジュードローなんですけど、いや、エディ・ヘトメインを気にしてます、そうです、うん、ただ今回やるかどうかは微妙っていう、なるほど、そうですね、微妙な三角ですかね、そうですね、うん、続いてね、ちょっとノーマークのホリックっていう、うん、ホリック、これはあのエビ、はい、エビ稲川美香監督、エビエビエビ稲川大丈夫、あれ前回前回エビって呼んだ、エビ川って呼んだって、稲川美香、稲川稲川幸雄先生の娘さん、あれ写真家、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 どこからか映画界に入ってきて、それでこういろんなこう映画撮ってて、割とこう評判がいい、まあ、最近だとあの、うん、ネットフリかなんかでドラマシリーズやって、それも中高生を中心に、うん、ただ一回もハマったことがない稲川美香に、あちょっとこうやっぱり好き嫌い分かれちゃうかもしれない、さくらんとかもうなんだこれってなっちゃいましたね、さくらんはちょっと微妙だったね、そうでも最近のダイナーとかさ面白くない、いやダイナーちょっと俺いやちょっとあんまりハマらなかったですよね、藤原竜也の声でかくてよかったし藤原竜也の声って考えると、こそ確かに確かにどの映画もでかいでしょそう、藤原竜也がなんか最強の殺し屋みたいな感じで、そうですね、あんまりこう、何の映画なのか、藤原竜也が出てるとしても、うん、はい、うん、なんか重要人物とか格好つけて出てくるけど、うん、次々にパッと死んじゃったり、なんかよくわかんない映画でしたね、手の城ティナちゃん可愛かった、誰ですか、玉城ティナちゃん可愛、まあ、可愛かったですけどね、うん、玉城ティナ可愛いけど2時間ちょっとしんどかった、あ、そうか、あ、俺じゃ結構好きなのかな、稲川監督、好みなのか、好みが分かるかもしれない、うんうん、そのホリックという作品ですね、うん、三角、うん、三角といったところか、はい、じゃ確定は、確定はベルファスト、モービウス、アンビュランスは、まあ、うん、確定かな、あ、あともう一つは何だっけ、はい、あ、これネクストス、ネクストステージも、そう、あとそのもう一つはもう、まだあるけど、MCU 作品の、あれか、あ、そうそう、5月です。あれ5月、はい、5月4日かな、確か。はい、まあ、だからね、4月だけでもこんな見る映画あるのよ。確かに、ね。5月もゴールデンウィークですよね。ああ、そうですね、うんうん。ゴールデンウィーク作品ですよ。いやー、季節が流れるの早いもんですな。うんうん、なんか見ないんだけど、ドラえもんのリトルスター・ウォーズが俺の映画友達がすごい面白かった。気になるんですよ。なんかね、今回、面白いらしいんだよ。あ、そうか。前作ダメだったんですよ。映画館見に行ったんですよ。うん、あの恐竜のやつ。なんか結構特撮度合いとかもあったりして、うんうん、ちょっと結構バトルものに特化してて。あ、そうか。で、なんかね、静香ちゃんのエロいシーンがある。なるほど。なんか、エロって思った。なるほど。初めて静香ちゃんでエロいっていう感覚があって。それ、そのうちだと新たな性格だけみたいな。おじさんのコスモが、リトルスターウォーズのコスモが放たれたみたいな、確かに確かに、今ちょっと頭抱えてました、あ、頭抱えます、多分見ないと思うけど、ちょっと気にはなった、確かに、ただ僕、本当に大長編ドラえもんは大好きなんですよ、あ、だからでもやっぱり、ほら世代交代できたわけじゃないですか、はいはいはい、うん、すごくいい感じで、うんうんうん、あの世代交代する前の大山信代さんのね、うんうんうん、大長編ドラえもんはまあ大体見てるかなって感じで、ただその中で意外とリトルスターウォーズ俺ね、何千個見てないんですよ、あ、見てない、スパッと抜けてて、ただキャラクターはあの なんとか君みたいな手が尖ってるやつですよね、あれね、あ、ゼットみたいな、そう、ゼットもこのやつなんか、とかあの犬もさ、なんか緑色の垂れた耳のピョピョとか浮いてる、うん、キャラクターも可愛いし、うん、あと最近のドラえもんにちょっと足が遠ざかってるのが、ちょっと泣かせにかかりすぎてる感じが、ドラ泣きっていうフレーズから、スタンドバイミーシリーズ、そう、ちょっとね、斜めに乱してるところ、僕なんかちょっと乱してると、ちょっと見かなみたいなのあったりして、うん、だからその恐竜のやつも、なんかそんなに、なんかこう、なんだっけ、のび太くんをいいやつとして描いてたりするから、うん、あんまりこう映画としてなんか面白かったら、昔の過去作の方がやっぱり、バレー部も出てたし、なんか
ちょうどよかったんですけど、今回ちょっとやっぱり新しくなってから、うん、あんまりこうちょっとアップデートしてる、アップデートっていうか、なんか 誰も悪口言われない感じで作ってるのかなっていう感じです。ジャイアン殴ってこないとか。そうですね、だからジャイアンも悪口悪いから、うん、映画では結構悪いやつなんで、映画ではほらいいやつになるっていう ね、なんかそういうセオリーがありますけどね、うんうん、なんかよく描かれすぎてるなと思って、ちょっとあんまりこう、うん、そうなんだ、そう映画館見に恐竜のやつでしたっけ。恐竜のやつですね、うんうん、新恐竜ってやつか。そうですね、うん、あの漫画とかくれるんですよ。いやだからね、ロコロココミック今回もらえるって、それこそだってガンパウダーミルクシェイク見に行った時に、ああ、あったあった、配布用のロコロココミック、え、これガンパウダーでもらえるのか知りませんか。コロコロ関係ないからですよ ね、 そうすね、あのそのリタルスターウォーズを見るとあれがね、超欲しかった、欲しかったやっぱりね、世代的に、世代的にだからやっぱドラえもんミューズなんかもらって帰れるっていうワクワク感あったじゃないですか。あったあった、あった、なんか黒い謎の黒い謎の船だろ、ギギ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 一人でね、ちょっと本当に、うん、あ一瞬見ようかなって間が差したってあれだけど、ちょっと一瞬思った瞬間あるんですよ。いいですよ、それでフラッて見るのが、そうそう、フラッと。でもそういう映画ってすごいいい映画だよね。そう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 。まあ仮にね、ハマらなかったとしてもね、いい映画だけなと思うからね。フラットムービー。なんかフラットムービーですね。フラット。フラット見なきゃ欲しいですね、映画館とかに。確かにね。うん。フラット見てほしいね。ねえ、リトルスターウォーズ、一応ね、ちょっと候補として。ちょっとリトルスターウォーズは静香ちゃんの、そうですね、エロいし、どういうことって、どういうことって、いや、なんか構図とかすげえエロい、構図、静香さんで、だからもうあのお風呂場にいる構図しか思いつかない、風呂しかない、風呂なのみたいな、いやいや、そういうことじゃない、風呂でもないんだ、見ればわかるみたいな、エロって思う、なんかそれが目的じゃないですけど、もうそこ、そこをそこしかどこなんだ、いついつみたいな感じになっちゃう。まあでも魅力的なシーンなんですよね、多分、なるほど、結構映画見てるやつだから多分、うん、でも確かに大長編ドラえもんの時って静香ちゃん結構そういうそこも頑張るみたいなところが僕はあるかなと思って、峰不二子じゃないけど、確かに確かに、あの鉄人兵団の、鉄人兵団じゃないかな、なんか結構あの魅力的なあの女性キャラクター出るじゃないですか、大長編ドラえもんって、あリルル、リルルとか、あの美代子さんとか、あの魔法のやつ、魔界、あ魔界大冒険、魔界大冒険とか、ああいうキャラクターとこう静香ちゃんと関係性とか、あはいはいはい、なんかそういうセクシーバトルみたいな、確かになんか映画になって頑張らせるところはやっぱりある、なんかちょっとね、そう気になるんだよな、見どころとして、見どころじゃないんですけど、そこはね見どころでもなんでもないんですけども、そういう感じで急遽候補入りになってる、急になんだったら一番引きのある感じになってますね、一番引きのあるスターウォーズベルバスト確定だとか言っておいたドラえもんみたいな、リハも半端ない、で名前がいいですよね、リトルスターウォーズっていうのがまたいいですよ、多分時代性ですよね、多分当時が、まあ、そのスターウォーズがすごいことになってた時に、宇宙戦争というのを多分取り込んでるから、まあ、なんか今改めて新鮮に見れるかもしれない、宇宙戦争って書いてリトルスターウォーズって読ませるわけじゃない、いいワードセンスいい、やっぱ F 先生すごいなっていう、いいで 小宇宙とかってコスモみたいな、ね、そうそうそう、あのね、いいあの感じ、あの感じですよね、はい、ということでたくさん作品がございますけれども、はい、まずこれ見次第ね、またちょっとやってみたい、でちょっと今回やりたいのが、確定で見る映画決まってるじゃないですか、うんうん、確定で見た映画に関して、うん、これもし見てる方、はい、でこの映画の感想、もしこう書いてもらえれば、武田くんの DM とかに、そう、武田さんの DM にお願いします、DM にもらえれば、あの僕らの DM じゃないですよ、武田さんの DM にお願いします、ね、はい、はい、ちょっと皆さんの感想もこの場合こうちょっと読んでいきたいですね、今日いろいろこう、まあそれ以外でも、まあ、いろいろあれば、ご要望あれば、ご要望大丈夫です、もう感想だけ大丈夫、感想だけ大丈夫、ちなみに確定映画がベルファストと、うん、はい、モービウス、モービウス、アンビュランス、アンビュランス、はい、あごめん、ネクストステージ、はい、結構見るな。そうですね、4本若くて、はい、そうですね。あと、リトルスターウォーズ、あの我々見てないですけど、見たって方で静香ちゃんのエロいシーンがあったので、教えてほしいです、教えてほしい、ネタバレならないって、まあ、そこはネタバレでもいいですけど、DM に来るから、ね、そうですね、うん、教えてほしい
ていただければなと。嘘はかかないからね。嘘じゃな。あんなことやったら嘘はやめますもんね。うのみしますからね、そこは。はい。なんでよろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、次回またね、はい、あのゲスト会談もありますし、はい、今日は初めて、あ、今回か、今回初めて、はい、なんと、そう観覧でね。観覧ですよね。はい。もし今見たいという方がいれば、はいはい、いらっしゃったら武田さんの長谷川さんじゃなくて私の DM、 いや今の振りみたいになってますけど、ね、武田さんの DM に、送っていただきますと、はい、我々人が怖いんで DM 受け付けない、ね、本当に混乱してますけど本当にあなた方のことが怖いんですこれノーカットだよ、怖いです、これカットだよ、ね、もう震えてます本当にまたその感想っていうのはほら、はい、あの、アウトクロップシネマみたいなあ感じの、なるほど、ああいうこう、はい、考えさせられるような、そうです、ああいうライトな感想を送ってくれるけど、お願いいたします。はい、はい、といったところでございました。秋田で映画でした。ありがとうございました。